このコーナーは私本庄まなみが実際にもう一つの京都を訪れその場所の魅力をお届けするコーナーです。今月訪れているのは亀岡市。この亀岡という場所を簡単に紹介しましょう。亀岡市は京都市の西隣に位置し、京都市から電車でも車でもおよそ20分、大阪市からおよそ1時間と暮らしはもちろん観光にも便利な町で、豊かな緑に包まれた快適な生活空間を有する地域であることから、着実な人口増加を続け、現在は京都府内3位の人口を有する元気な町となっています。この10月は京都市内から亀岡に移住し、体験もできるガラス工房をオープンされた松本大輔さんへのインタビューの模様を通じて、亀岡の魅力をお伝えしていこうと思います。今週は1週目です。今週見つけた亀岡の魅力その1は、ぬくもりを与えられる場所です。さあ、一体どういうことなんでしょうか。それでは今週の京ハーモニーをお聞きください。亀岡市にやってきました。大阪市の梅田からは1時間ほどの場所にあります。今私はのどかな住宅街の中を歩いているんですけれども、その中でもひときわ目立つ大きな倉庫のようなあの場所の前にやってきました。入り口にですね、グラススタジオって書いてますね。こちらでしょうか。ちょっと中にお邪魔してみましょう。こんにちは。あ、こんにちは。あ、松本さんでいらっしゃいますか。はじめまして、本庄です。今日お邪魔します。よろしくお願いします。あの入り口にあったのが、はい、グラススタジオカローレになります。カローレ、はい、カローレってどういう、ぬくもりっていう意味でして、まあ、イタリア語なんですが。イタリア語なんですね、はいはい、松本さんはこちらがご出身でいらっしゃるんですか。いや、もともとはね、あの京都市内の桂というところが生まれなんですけど、はいはい、それからちょっとこちらの方、亀岡の方ですねに来させていただいて仕事をさせてもらいます。なんかあの住宅街の中を歩いてきて、突然こういう大きい倉庫があったのでちょっとびっくりしちゃったんですけど、ね、そうですね、やっぱりこう、はい、意外性というか、そういうのもいいもんやなというので、ここを見つけてここで始めました。へえ。基本的にはあの松本さんの作品を作られる工房でありつつ、そうですね、お客さんが体験もできるという場所になっているんですね。はい、そうです。へー、なるほど。あの本当によく、あの私もですね、前木ガラスの体験したんですけれども、あの楽しいですよね。はい、楽しいです。お客さん皆さんどんな感じですか。そうですね、やっぱりこう入られた時、始められるまでは緊張してやられるんですけど、やっぱこう帰りには楽しいんだっていう達成感で帰ってくれはりますね。はい、ね、本当になんかガラス、熱いガラスを扱うので、はい、なんか怖いんじゃないかとか、熱いんじゃないかとか。そうですね、やっぱりこう心配されている方とかも、そこが一番大きいと思います。怪我するんちゃうかなとかね、はい、いうのがあって、でもやってみると僕らがちゃんとやれば絶対に怪我はないんで、で楽しんでやっていただけますね。実際お客様って年齢はどのくらいからの。今は小学生のお子様から、まあ、家族連れで来られる方はおばあちゃんおじいちゃんまでやっていただいてます。やりたい人には基本的には皆さんやっていただけるようにしてますね。へー、はい、ということで、本当にですね、住宅街の中に突然大きな倉庫が現れて、そこがあのアトリエ兼、まあ、工房スタジオというふうになっているんですけれども、あの中から出てきてくださった松本さん、気さくな穏やかな方だったので、あ、ここに体験教室で来られる方って本当にね、楽しい一日を過ごして帰られるんだろうなということがね、あのよくわかるような、そんな空間になっていました。さあ、ぬくもりを与えられる場所、きっとねこのスタジオのここだと思うんですけれども、どんな風にご説明いただけるんでしょうか。後半もお聞きください。この亀岡という場所でそのガラスの工房っていうのが、なんかこう、あ、そういう場所もあるんだって、私こう初めて伺って、ちょっとあの知らなかった、びっくりしたなというふうにも思ったんですけれども、
実際ここ住宅街ですけれども、ご近所の方とかいかがですか、ここにガラスの工房ができた。まあ最初は吹きガラスって何すんの、ここでどういうことをやっていくのかとは思われてたと思うんですが、まあやり始めて僕も心配はいっぱいあったんです。やっぱり音がするしね、燃えてるしっていうのがあったんですけど、まあ皆さん仲良してくれて、まあ帰りにちょっと覗いてくれたりとか、そういう形でまあ理解は得れてるのかなと思いますね。先ほどカローレでしたっけ、はい、イタリア語でぬくもりというふうにおっしゃってましたけれども、はいはい、ガラスってひんやりしていて冷たいって、はい、特に冷たいものを入れて、はい、料理だったりとか飲み物だったりとか使用しますよね、はい、そこの工房にそのぬくもりという言葉をつけたっていうその思いっていうのはどういうものだったんですか。やっぱこう僕が生きてきた中でこう人にぬくもりがあったりとか木にぬくもりがあったり、いろんなものにぬくもりがあるんですけど、ガラスをおっしゃってる時冷たいっていう感じなんですけど、やっぱり形を変えたり色のつけ方を考えればガラスにも絶対ぬくもりを感じられるものはあると思うんですね。で僕らみたいに人が作ってるものなのでぬくもりっていうのを与えることはできるし、それをなんか人に伝えられたらなというので、まあ、ぬくもりっていうテーマでカローレっていう名前をつけてやってます。実際まあガラスといってもその工業製品で作られているような、はい、本当に同じ形のグラスだったりとか、はい、そういうものもありますし、はい、こちらでやってらっしゃるのはその吹きガラスということですから、はい、本当にその形っていう意味においては一つ一つ違うものができる、はい、方法ですよね、うん、はい、なんかそういうところにもこうぬくもりっていうのが感じられるのかなというふうに思ったんですけれども、はい、ではですね本庄さんできたらぜひ作品の方をご覧になっていただければと思います。ありがとうございます、見せてください、はい、さあ京都市内で生まれ育った松本さんですけれども、現在は亀岡に移住されて初心者向けのね、お客さんが体験もできるようなガラス工房をオープンされています。松本さんの、この倉庫のアトリエ兼、まあ、体験教室なんですけれども、本当にね住宅街の中に突如現れるんですが、そこの中に一歩入りますと入り口のところにはねたくさんの、作品が並べられていて、本当にね手軽な価格で手に取ることができるようなそんなお品がたくさん並んでいるんですけれども、やっぱりね吹きガラスっていうものって独特のなんか温かみぬくもりを感じるなというふうに思いました。やっぱりこうギリギリまで薄く作ったようなガラスと違ってちょっとねぽってりとしていて、なんか優しさなんか丸みがあるんですよね。このなんか多分一つ一つガラスを作るときに息を吹き込んで、そして大きくして器だったりいろんな食器だったりね花瓶だったりいろんなものを作られると思うんですけれども、このこう息の加減で出来上がりが変わってくるっていうね、非常にこう有機的なこのフォルムがとてもね手にしっくりと馴染んで、ああなんか触っているだけで気持ちいいなって思えるようなね、そんな食器類がたくさん並んでいました。このね見た目だけでも非常に優しさそして温かみぬくもりを感じるんですけれども、どうしてもこうガラスっていうガラス製品って聞くとどこかねひんやりとしたね冷たいようなそういうこう印象も受けますけれども、実際の吹きガラスのグラスだったりっていうのは本当にねなんか優しさがあってぬくもりがあってっていうね、そういう形をしていたのが非常に印象に残りました。イタリア語でカローレ
というのはぬくもりという意味があるというふうにおっしゃってましたけれどもね、本当に名前の通りぬくもりに包まれるようなね、そんな空間になっていました。でもその奥にはですね、大きいねガラスを多分溶かしているような機械がありまして、蓋をきっと開けたら真っ赤な世界がその中にあるんだろうなって思わせるようなね、そういうものもあったので、これから、2週目3週目とお話を順を追って伺っていきますけれども、中も見せてもらえるような感じがしています。どうぞ来週以降もお楽しみにお聞きいただければと思います。タッチ・ザ・キョーハーモニーでした。